ことはあるか？ああ、申し訳ない。僕は趙雲。妖魔は古き時代から僕の仕事は、そういった輩を払ったり退治したりし、これを生業としている。ああ、すまない。お前のその反応だと、些細なことでも構わない。そうか。ならば、今はどの手がかりも、もしお前も気になるのであれば、近日開催。無謀の最近、桐原に巨大な黒、これらが今、僕の気になっている手がかりだ。しかし、この肝試しは、それとも、僕、やはりこの中では、さっきも言ったように、だが、この肝試し大会には妙なルールがある。普通？おお、とにかく、もし時間があったら、お前は肝試しについて、僕の知らない知識を、ありがとう！と、そうと決まれば、さ、皆様、どうかお、そして、見ろ。早く調査に取り掛かろう。お二人様よ、実は知り合ったばか。いえいえ、大丈夫ですよ。ああそうだ、しこれは体内の陽気を、それに普段では見えないもの、鬼といえば陰。そんな飲み物を聞いたことないが、そうなのか？にしても、ま、僕は純陽。この体質は周囲の妖魔を追い払って、普段は暴走しな。そっちのお兄さん、美味しいし効果も抜群。ではこうしましょう。せっかく。飲み物はこちらです。おお、気合い。ここが肝試したい。もしこの場に、今のところ特に異常は、参加者たちは危険があると、ん？言ってる意味がよくわかる。つまり、そうか？それに普段から修行だけじゃない。だから、遊んで、さ、はや。おぉ、なんなの？そう、はぁ。それと、すまない。盗み、僕たちは妖魔を探して。あ、別に何も見てないわ。お願いだからほっ。ああ、誤解だ。説明しにくい。いや、僕。絶対に。はい、そこまで。怖がってるのがわからないの。すまない。悪気はなかったんだ。そうなんだ。奉仕が妖魔退治のため。ま、事情。俺はただ彼女、お前らが探してる。礼を言う。どうやら。だが、なぜ奥が深いの。だが一つ分かった。とにかく、ほっ。これは、間違いなく妖魔の痕跡が薄いの。どちらにしろ僕の予想通り。いや、無謀の、まあ、さて、痕跡。ついてこないで。もうこれ以上つきまって。そこまで拒否しなくてもいいじゃない。とりあえず落ち着いてよ。もう知らない。一体何考えてるの。待て、それ以上。もう大丈夫、怖がらない。は、払う。あなた誰。ん、あれ、人間だな。あまりにも拒んでいるものだから、妖魔に。彼女はただ怒っ。何が怒っていただけよ。誰のせ。なのにあなたと来たら、ただ入り口をうろうろするだけ。悪かったよ。いや、ごめん。他の人もいるし、お互いす、はあ、ただ謝るから許してくれ。いいわ、私も。いいんだ、気にしてないよ。やだ、急に。ただの恋人同士の、じゃ、すまない。さっきの飲み物が原因。もし陽気が暴れ出したら、仮に制御が出。そうか。それ。ふう、ちっとばかしやりすぎたか。あ、ここは。まあいいや。
俺はここの鬼役で今は休憩中。あ、そうだよ、俺たちも参加者も求めているのはただ高鳴る胸の鼓動、そして今日、よっしゃ、俺もそろそろ仕事。おかえり。どうだ、それってつまり妖魔どころかここに、そうか、まずい、全てが明らか、少し手を、大丈夫、ま、本当に、